この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー。15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ一番人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。1週間で痩せた。ズボラでもやればできる。妻からはお腹やばいと言われ、娘からはお父さんのお腹ポンポンポンと言われ、これやばいと。でも撮影以外のストレッチ筋トレはめんどくさくてとにかく続かない。食事制限なし、1週間だけでこれですよ。よくないですか？一緒に頑張りましょう。スマホは顔の前に置いてうつ伏せになりましょう。両手を耳の横につきます。そのまま肘をぐーっと伸ばして上半身を反らせます。腹筋のストレッチです。お腹、腹筋伸びてれば OK です。腰が反ってきついよって方は肘つきましょう。それでちょっと顎を上に持ち上げると腹筋伸びてくると思います。自分が無理ない範囲で呼吸止めないように腹筋をストレッチしていきます。デッドバグやる前にね、まずお腹周り柔軟性つけてやりやすい状態を作ります。 OK。次は上半身ベチャッと寝ちゃって左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面伸びる感じあれば OK です。つま先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。ここ伸びますか？伸びない方はちゃんと肘を床につけたままつま先を後ろに向かってぐーっと引きましょう。右斜め後ろに向かって引くイメージ。ここ伸びれば OK です。呼吸止めないようにして肩腰痛みがある方は絶対無理しないでください。ふーよし OK。 次逆いきます。よし、右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面伸ばします。肘は床につけておいてつま先を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。右のお腹前面伸びてますか？ふー、呼吸は止めないようにしましょう。ふう、腰痛い方無理しないでくださいね。これいまいち伸びないよって方は上半身がこうやって浮いちゃってると伸びないです。肘はしっかり床につけたままですね。上半身寝かせてつま先は遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。ふう、よし OK。 そしたら次四つん這いになりましょう。こんな感じ、四つん這いになったらおへそを覗き込むように腰を丸める。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込むように腰丸めてゆっくり反らせる。繰り返しましょう。腰に痛みがある方無理しないでください。スピードは全く重要ではないです。普段動かさない範囲までゆっくり反らせてゆっくり丸める。しっかりおへそを覗き込んでくださいね。でこの次の種目から上向きに寝ます。スマホを手に持ったままできない種目があるのでスマホはどこかに立てかけるようにしましょう。しっかり丸める。 OK。 そしたらスマホはどこかに立てかけて上向きに寝ましょう。そしたらまずは膝曲げたまま両足持ち上げます。お尻が浮くぐらい前ももをしっかりお腹に近づけましょう。頑張って、お腹下っ腹使う感覚ありますか？頑張って、膝と膝つけておくと内ももにも効いてきます。どうしてもきつくてできないよって方は手でちょっとこうやって床を押してズルしてもいいです。頑張ってラスト1回。よし OK。 よく頑張りました。そしたら次はズボラ腹筋いきますよ。皆さんついてきてますか？両手でこうやって足抱えましょう。そのまま反動つけて起き上がる。これがズボラ腹筋です。呼吸止めないようにしましょう。腹筋使う感覚ありますか？これできないよって方は単純に両手で足を抱える、これだけでも OK です。なるべく前ももはお腹に近づけましょう。ちょっと上半身を起こしてあげると腹筋効いてきます。できる人はしっかり反動つけて起き上がる。頑張って。この次からデッドバグいきます。よし、じゃあデッドバグいきますよ。こんな感じで膝立てたまま両手を上げて、まず片足ずつ上げる。
ふう、片足ずつ上げる。ふう、しっかり上げて。ふう、きつい。ふう、ちゃんと前ももお腹に近づける。ふう、余裕があれば上半身起こす。ふう、ちょっとね、肩甲骨が床から浮くぐらい浮かすとめちゃめちゃお腹効いてきます。ふう、この次からデッドバグの難易度上がってきますよ。ついてきてますか？きつかったらサボってもいいし、再生速度調整してもいいです。頑張りましょう。ふう、よし、 OK。 ふう、次デッドバグ難易度に行きますよ。手を上げて、膝曲げたまま足持ち上げて、お尻を床から浮かせて、肩甲骨も床から浮かせる。これでキープです。もしきつくてできない方、さっきの片足ずつ上げる難易度低いやつやりましょう。ふう、お尻しっかり床から浮かせて、肩甲骨も床から浮かせる。ふう、首腰痛い方絶対無理しないで。ふう、もしきつかったら足上げるだけでも OK。 ふう、上半身はねつけといてもいいです。頑張れる人は肩甲骨浮かしましょう。頑張って頑張って頑張って。うわ、きつい。よーし、 OK。 よく頑張りました。ふう、最後のデッドバグめちゃめちゃきついので5秒だけ頑張りましょう。足と手を伸ばしたままですよ。伸ばしたまま上げる。ふう、きつい。腹筋使って。腰痛い人絶対無理しないで。首痛い人も無理しちゃダメですよ。3、2、1、よし、 OK。 ふう、きつい。大丈夫でした？腰とかしっかり腹筋力入れて腰反らないようにやりましょうね。もう一回5秒いきますよ。手と足伸ばしたまま持ち上げる。腹筋意識して5秒だけ頑張って。ふう、きつい。よし、3、2、1、よし、 OK。 きついっすね。腰痛い方無理しないでくださいね。最後1回だけ、ラスト1回だけ5秒やりましょう。いきますよ。手と足伸ばしたまま上げる。うわ、腹筋意識して頑張って。あ、頑張れ。3、2、1、よし、 OK。 そして最後もう1回うつ伏せになりましょう。腹筋伸ばしておしまいにします。スマホは顔の前に置いておきましょう。よし、うつ伏せになったら両手を耳の横つきましょう。そのまま肘伸ばしきって腹筋のストレッチです。最初に行ったのと同じ種目です。腹筋は基本的に伸ばして使って、最後にもう一回伸ばすとね、めちゃめちゃ効果出やすいです。鍛えるだけではね、なかなかお腹へこまないし代謝上がらないです。柔軟性と筋力、あとはね、正しく腹筋を使うこと、全て必要です。腰が痛かったらこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでも十分お腹伸びてくると思います。ふう、きつい。はぁ、よし、 OK。 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分に拍手しましょう。よし、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。